じゃあ11日目でね、第一生命のこのネオバンクですか、4万8000達成ということで、7万5000もうね残りわずかですよ。ペースが落ちるかなと思ったら、昨日はちょっと制約が高かったですね。明日か明後日には5万円突破してるのかなっていうところですけども、2週間でだいたいキリがつきそうだなっていうところでございます。でネットで稼ぎたいって言ってる人と私の差はここにあると思いますよ。やっぱりこの案件早めに片付けようかと思ったら、やっぱ集中してそれやるでしょ。でとにかく毎日こうやって、まあ、いわゆるセールス動画やってるわけですよ。でしまいにはもう感想を言ってるだけでね、なんかこう紹介コードこれですよとかってやってない、もうテロップもつけてないわけですからね。だんだんこう力を抜いているんだけども、まあ、でもねやっぱり動画上げてこういうことやってますよってことはやっぱ言い続けないといけないかなと。でネットで稼ぐとか YouTuber で稼ぐって言っても、結局こういった案件を遠慮してやらないわけじゃないですか。それこそね、どんなジャンルでやってもとりあえずは今はこれやればいいんじゃないかなと思いますよね。例えばオンラインサロンやってる方がね、オンラインサロンの有料コースでお金を振り込んでもらうときに、第一生命のネオバンクを使ってくださいっていうふうに言ってですね、で紹介コード付きのこのアプリのダウンロードの仕方をこうお伝えする動画とか作ればいいわけなんですよ。もうそうすると手数料がタダなんで、お互いいいですよねみたいな感じでね、作れていきますからね。だからオンラインサロンとかそのデジタルコンテンツをねお持ちの方は、絶対にこれに絡めて第一生命のネオバンク、ひいてはみんなの銀行の銀行口座を作ってもらって、で、まあ、うちは第一生命のネオバンクでやり取りしてたら無料なんで、そっちの方をおすすめしてますとかやればいいわけですよね。だからそれがだから稼げる人と稼げない人の差じゃないですか。同じ材料が与えられてもそれをちゃんと料理ができなかったりとかね、そもそもなんか自分には向かないと思ってやらなかったりするでしょ。お金稼ごうと思ってる人がお金を稼ぐネタが向かないっていうのも、お金稼げないってことですからね。ご用心でございます。いってらっしゃい。